ただいまよりノーキックノーライフ2023ノーキック2023今年の一発目、これがセミファイナルの一戦です。高橋清人対勝地の一戦です。この放送の解説は引き続きラジオダムダンスタジアム元王者石井博樹さん、そしてつい先ほど引退のセレモニーを終えました森井陽介さんです。よろしくお願いします。さあ始まりました、では石井さん、はい、まずは注目点伺っていきましょう。そうですね、高橋清人選手はね、昨年の1月にノーキックノーライフで試合をした以来の1年ぶりの試合になりますので、はい、その試合の感覚がどう影響するかっていうところを見たいですね。勝地はねもう6年前にね、マイウィス・タイソンとここで大激闘を繰り広げたのはもうね、はい、もう覚えてますけども、ま、あの大激闘をねちょっと今日もね見たいですね、あの動きをね。実はですねそこのあたりなんですが、うん、高橋清人に聞くと、高橋清人もこの大田区総合体育館で、うん、あの伝説の一戦を生で観戦していたそうなんですよ、はい、ですから、うん、あの時も震えが止まらなかったと、うん、であの試合のようにとはいかないかもしれないけど、うん、あれぐらい激闘を見せたいと、はい、そう話をしていましたね。まあそうですね、この後ねメインでね緑川作ると、まあ、海斗選手のね、はい、試合が待ってますので、その前にねこの大爆発させてもらいたいですね、この2人が、うん、画面奥側になりました。赤いトランクス、こちらが勝地、そして手前側左側が高橋清人です。さあ森さん、はい、注目点はどのあたりになっていきますか。やっぱ勝地選手はパンチが硬くて強いんですよ、はい、だからそれを当てるのと、高橋選手は、何でも多分できるタイプなんで、そのぶつかってどういう隙を見てハイキックを当てるとか、なんかそういう一瞬気を抜いたらやられるんじゃないかという、そういう戦いなんじゃないかと。まあ、先ほど石井さんからありました2017年ノックアウト初代ライト級トーナメント、うん、勝地が前口タイソンの壮絶な試合で KO 勝ちして、決勝は森井さんとやったんですもん ね。ただ森井さんがしっかりと勝利を収めたというね。ありがとうございます。はい、あの時左フックで KO をしてましたかね。そうですね、最後は左フックでしたね。勝地の、パンチは硬かったですか。いや、やっぱ硬いですね、うん、で去年とかも一緒にちょっとリキッツさんの、うん、出稽古した時に、はい、勝地とここで前に出てくるスパーもやったんですけど、うん、もうめちゃめちゃ硬いんですよね、うん、脳みそが直に入れるという、うん、なるほど、はい。まあ、勝も今日手数が多いですね、はい、勝地、うん、だいぶパンチで前に出てくるというようなスタイルになっています、うん、まあ、高橋清人選手はどちらかというと、うん、蹴りの選手なんで、はい、この距離では蹴りを使ってた方がいいですね。主に足技から組み立てていくという、うんうん、まあ、長男次男とはまた違うスタイルになります、うん、もちろん今回も、うん、長男のカズマ、そして次男の亮太、まあ兄弟でパンチの感じがよく出てますね、カズマは、はい、まだちょっと今高橋選手はちょっとね距離がまだ合ってないような、うん、印象ですので、まずそこをね得意の蹴りで、はい、自分の距離を保ちたいなというところですかね。まず立ち上がりはやはりこのように勝地が前にパンチで出てくるような形、うんうん、で勝地としては今自身2連敗中ということで、やはりそのあたりは勝利に飢えている。まあそうですね、うん、で特にまあこの後ね、まあ、同い年の、はい、緑川が、ね、引退する前ですから、余計ですよね。そうですよね、うん、そのあたりは気合ももちろん入っているでしょう、うん、はい、蒲田のロッキーと言われる勝地、セコダーセコダル出身は兵庫県なんですが、上京してからはこの大田区に住んでいます。周りの人に支えられてここまで来たと普段から話をしています。まあ、1ラウンド見てると、高橋選手も打ち合う素振りをしてたので、はい、うん、やっぱりなんかこう 前口戦の試合をちょっと意識してるのかもしれないですね、はい、その空気感が漂ってくるか、うん、ここからは本戦3分5ラウンドになっています。あの右のミドルいいですね、あの距離はいいんですよね、はい、あの
蹴りの距離だと高橋選手はやりやすいですよね、うん、先ほどのバンタム級と変わらずこの本戦も3分5ラウンドで行われます、うん、肘あり、そして首相撲もありです、うん、あーろー蹴り強いですね。ちょっと戦い方ちょっと変えてきました、ね、うん、インローです。この辺りやはり速さがありますね。まあ、インターバルでねどういうようなセコンドが指示したのか分かりませんが、まあ、ちょっとこう打ち合うなというような指示があったのかもしれないですね、はい、うん、あそこで入りたいですね勝地選手は、うん、感じで、ちょっとこう1ラウンドに比べるとやっぱりあえてあの蹴りの数を増やしてきているので、はい、勝地はちょっと入る、ここで中に入っていく、うん、あでも会社のタイミングは高橋選手もうまいですね、今左フックでちょっと顎のあたり捉えましたか、うん、高橋はやはりこの蹴りから自分のリズムを作っていくスタイル、うん、パンチの当て感もありますね、第1ラウンドはだいぶ前に勝地が出てきたんですが、うんうん、そこから距離を取って第2ラウンドは少し高橋ペースかというところ、あ左のミドルです、ちょっとパンチがねあのこのラウンドに入って勝地のパンチが繋がらなくなってきたので、はい、ちょっと距離が遠いのかなという1ラウンドに比べて自分の距離にしていっているというのは高橋、うん、ここは向かっていいですね、のミドルの軌道で腹に刺す、あれは森君の三日月蹴りは森君の結構対応してた、今のも三日月です、いやー一回原口選手とやった時に見えなくてもらってた、原口も相当上手いですもんね、それまではやっぱフットワークで見れてたんですけど、はい、上手い選手は本当にその距離感で打てるんで、うまいですよ、見えなくても、クラウフォーとしてはやっぱこうミドルの軌道で蹴ってくるので、ミドルだと思うんですよね、ミドルキックだと思うところに腹にあの足元を突き刺さってくる、突き刺さる感じですね、そうですね、あの息吸ってる時にもらうと本当苦しいんです、なるほど、ちょっともらい始めてますよね、うん、少しじんわりとですが、赤くんもこれも三日月です、はい、あ狙ってきますね、ちょっと距離感を勝つ選手は変えたいかもしれないですね、はい、これやはり距離を詰めた方がいいんですか、一気に、うん、出入りですよね、その下がるのか一気に入ってまとめたい、まとめるのかっていう、うん、はい、うん、まあとはまあ蹴り終わりですよね、高橋清選手が蹴った後にグッとこうどれだけ入れるか、うん、まあ、あの高橋選手の蹴りも強いんでね、はい、なかなか難しいのかもしれないですけど、やっぱり蹴られて止まってしまうとこれ蹴ってる方は楽なので、はいはい、そこでちょっとこう打開しててもらいたいですね。ここまで振り返ると第1ラウンドは勝地得意のパンチで圧力で前に出たんですが、うん、第2ラウンドからは高橋清と得意の足技蹴りで自分のペースにというところ、うん、さあこの第3ラウンド中盤になります、森さんどのあたり注目していきますか。まあ、ちょっと今のラウンド高橋選手がリズム変えてちょっと主導権というか流れが高橋さんっぽくなってきたんで、うん、勝選手このラウンドちょっとまたリズム変えてちょっとやり、うん、っていきたいと思います、はい、石井さんはいかがでしょうか。まあ、そうですね、勝利はやっぱり突進力がありますので、まあ一緒になって見ないで、はい、ちょっとこう前にどんどん出てプレスかけていった方がいいと思いますね。あでそうですね、あこのようにやはり前に出てきますね、うん、しかしこのキック非常に速いものがあります、ここも三日月前に気味に行きますが突き刺してきます、うん、そしてカーフであのように、まあ、ミドルだったりハイ気味にこう蹴られた後にこう、はい、まあ、三日月にこう軌道を変えて来られたりするとちょっとこう入りづらくなってくる、おーインロー蹴り強いですよね、うん、だからこうよくこうもっと前に出ろとか言って、まあ、皆さん思うかもしれないですけどやっぱりこう出たくても出れない時っていうのがあるんですよね。なるほど、選手の中で、あここがまた刺さってきます、うん、どうしてもこの三日月の距離になってきますと各自が中に入れない状況にはなります。コーナーに詰める、あるいはどういった形で前に出てくるか、まあ、ああやって入って止めない3、4、5に行った方がいいですね、はい、で1ラウンドのように各自のパンチに対してこう打ち合うような
パターンを作ってないので、はい、2ラウンド目から高橋選手は、常にこう蹴りの距離を意識してたんですけど、左フック、うん、パンチの当て感もあるので、勝つで余計ちょっと入りづらいのかなという、はい、確実に戦い方を変えてきています、うん、高橋コラフリック、勝地選手パンチからの狙いがちょっと感じるんで、ちょっと蹴りからとか、なんか散らしたら見てリズム変わるかもしれない、この距離になりますと高橋の足このように伸びてきます。そして三日月です、はい、勝地はあの左の蹴りをすごい警戒してるんで、はい、でそれを警戒してることを高橋京選手が、うん、はい、分かって攻撃しているような感じが伺えます。そして前に出てきて懐に入ってくると左のフック合わせようとする高橋、勝地も一瞬の隙を見て中に入っていこうとしているんですが、その辺りをうまくいなす、ちょっとパンチがつながらなくなりましたね、はい、勝地は左のジャブを伸ばしていきます。刻々と、うん、左足ちょっと時間が過ぎています。あ、ちょっと左のインゴーのあたりですか、真っ赤になっていますが、ちょっと嫌がってる素振りもありました。まあ、勝地はあの打ち合ってほしいんですよね、はい、ああいうパンチが入って、うん、で、あのようにプッシュからのローキックとか、はい、やられるとやっぱり止まってしまいがちですよね、はい、勝地の攻撃が。おー、はい、エアー K が出たか、ボタンまとめたい、左か、これ逃がさない、そのまま逃がさずに行くか、勝地が行くか、右振っていった、ね、今はそうです、あの展開を作りたいんですよね、うん、常に、はい、うん、ロープギアを追い込んで、まあ、スーパーワンパンチのようになった、はい、これを自らエアー K というふうに、うん、自らは話すんですが、はい、僕はスーパーワンパンチの方がかっこいいと思いますけど、ね、そうですかエアー K だとちょっと錦織 K みたいになっちゃう可能性もあるんですけどねまあでも、はい、彼の真骨頂でもありますよね、あれでね深瀬選手とかも倒してますから、そうでしたね、うん、これですね、これです、うん、まあ、ここからつなげられるのがすごいですよね。そうでしたね、はい、右今当ててはなかったんですが、 そうですね、その後左ですか、そうです、当たってないんだけどその後つながるってことは、まあ、バランスよく動けてる証拠なんで、はい、うん、でここでやっぱり京都選手もちょっと打ち合いましたね、はい、でこの展開になると勝地は強いですよね。なるほど、はい、そのあたり打ち合いで言いますと森さん、はい、もう打ち合いの森さんですからいやまあそうですね、やっぱ打ち合いに持っていった方が勝地選手はいいと思います。もちろん打ち合い始めたら勝地の真骨頂です。ただそこにうまく第1ラウンドはちょっと付き合うような瞬間ありましたけど、うん、第2第3といなしていたのは高橋ですよね、はい、うん、勝地としたらやっぱり1ラウンド目のような動きを高橋清人選手が、はい、してくれたら、勝地もやりやすいと思います、はい、で今のね、このさっきのラウンドの終盤最後ですね、あのような展開をどれぐらい作れるか勝地が、うん、これが第4ラウンドです。勝地選手後手じゃなくて先手でちょっといきたいですね、うん、はい、主導権を握っていけるか、そう待っちゃうとやっぱり蹴りがね、ミドルだったり三日月が飛んでくるんで、これですね、うん、そっからもう一回いいですね、うん、さあこの距離から、はい、高橋清選手はやっぱり蹴りの距離 で来るのに左フックを合わせる展開が多いので、はい、でそこをちょっと勝地はフェイント入れながら左フック空振りさせて入れるといいんですけど、うん、おもろー、ハーフはノーダウンです。コツコツと当てては来ています。そして三日月、腹に、そしてふくらはぎにとキックを見舞っていきます、高橋清人。勝地のパンチの距離に入れたときにどれぐらいまとめられるかですよね、はい、うん、森井さんからも捕まえた瞬間にいけるかどうか、うん、この辺りになりま す、ここでまたここをまとめたいですね。ここでまとめられるかというところなんですが、また離れた、コーナー追い込みたいですよね、はい、あそこを回らせたくないですね、勝地選手は。うん、カーフで逃げる、ちょっとカーフもちょっと嫌がってますね、はい、勝地、うん、さあコーナーに追い詰めてから、ただここはうまく逃げ出します。残り時間1分、さあこれで残り1分、うんうん、
また先ほどのような攻撃、この後この後スーパーマンが飛んでくる、うん、予測しない攻撃からつなげるのがいいです、ね、はい、うん、先ほどまさにその変則的な攻撃からというつなぎがありましたね。1分切ってからこの当たりはやはり作戦でしょうか。しかしカーフ高橋清人とステップを使っていく、うん、さあここで捕まえに行こうという形です。パンチは石のように重たいというそのパンチ、ただそのパンチで当てられなければ意味がありません。いいわ、ナイスジャブ伸びてますね。あ、ここから来る変則的な攻撃、タツジが行くか、膝を返す高橋、肘とかそこで、まあ、高橋選手は打ち合い追いかけ肘、はい、さあ勝地の真骨頂ここで来るか、いいね、打ち合いに持っていけるか勝地というところでしたが、ここで第4ラウンドが終了しました。まあ、勝地が捕まえきれずちょっと最後終わってしまったっていう、はいはい、流れでしたかね最後、うん、高橋側としては森さんどうなんでしょうか。やっぱり今の戦い方、あのパンチに入らせない戦い方で、距離を取って戦いたいですよね、高橋選手は。石井さんとしてはこの高橋、はい、そのパンチの攻撃を受けている蓄積などはどうでしょうか、ダメージは。まあ、あのダメージというところまではないとは思うんですけれど、まあ、ただね、6年前の前口タイソン戦をまだ生で見てるわけですから、はい、もしかしたら色気出して最後打ち合いに来る可能性もありますよ。火がつく可能性があると、はい、うん、そうなったらもう大爆発ですね、うん、ただまあ原選手は蹴りの蹴りで戦った方が戦いやすいのは間違いないです、はい、2連続引き分け中という高橋清人、2021年5月以来の勝利なるか。対する勝地は2連敗中です。勝利に飢えている2人、うん、前に出てくる、うん、あ、やはりこの第5ラウンドから勝地の圧力が変わってきました、うん、いい距離感ですよ。勝地の距離になってきたか、この距離距離で攻撃をやめないことです。勝地は、うんうん、逃さないとで、まあ、この辺はうまいですよね、高橋選手はね、しっかり掴んで、うまく首相撲で逃げます、うんうん、これはステップ、うん、追っていくのは勝地、ここで止まったら勝地だぞ、うん、勝地のパンチが伸びてくる距離、うん、ここで逃がしたくないですね勝地、うん、ただ高橋も蹴りでしっかりと応戦します、うん、アッパーからさまざまな攻撃が飛んでくる、うん、さあここで捉えられるか勝地、うん、2分切ります、うん、エアエルボーもいったぞ、ボディ、この辺りは勝地の自分さぎ、うん、肘が飛んできた、ちょっと高橋選手止まってきましたね、はい、うん、肘を振り回していく高橋、勝地が見えてましたね今、さあ半分です。ちょっとダメージあるかもしれないですね、画面を打たれて高橋選手、うん、ちょっと高橋の足がおぼつかなくなってきたか、勝地がここで行くが、しかし肘で返してくる高橋、本当マイベスの使い方がいいですね。これはもう火がついたか、ここで来るか、いやエルボー、あれが入ると完全に切り裂くことができます、さあ火がつくか、両者ここも意地の早いですね、さあ残り1分切った、勝手にここから、うん、もう根性ですね、そうですね、お互い止まんないことです。ここで激闘男、うん、勝地スイッチが入っているか、うん、さあ時間も少なくなってきた、うん、追ってく勝地が追ってく、うん、なんとか高橋も一発を狙って記録を返しています。あの肘は見えてますね、はい、勝地は、うん、さあ30秒、うん、ここからが2人の最後の精神的なその戦いにもなります、勝地が追ってく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 、
右ストレート、ただ高橋も振り返していくぞ。ドラスリップ、さあ時間がない、打ち合いだ。これで試合終了。判定になります。まあ最終ラウンド勝地らしい、はい、試合でしたね。まあでも高橋京都選手もね、最後根性を見せましたね。そうでしたね、うん、まあただガードするだけではなく、うん、しっかりまあ、振り回していくような肘、ね、返していきましたね。まあ、これがちょっと1年ぶりの差なのか分かんないですけども、ちょっとあの5ラウンド入って中盤からこうスタミナも落ちて、はい、まあ、森久美時代にこのパンチのダメージもちょっとこう垣間見えてたんで、うん、そこをねこう勝地がこう追って追って最後楽しきれず終わったという、はい、展開になりましたね。高橋清人は去年の1月9日のノーキックノーライフで初参戦、その時はトンフェロージムに引き分けでした。2連続引き分け中という高橋、対数面2連敗中という勝地です。ジャッジ大成49対48、赤勝地。まずは勝地。ジャッジノーミー49対48、青高橋。高橋に入った。ジャッジ北尻48対48、ドロー。以上1対1規定の票数に達しませんので、この試合ドローとなります。そして1人が引き分けということで、結果ドローという形になりました。うん、まあ、お互い悔しいですね、これはね。そうですね、もう喉から出るぐらい、やはり手が出るくらい勝利が欲しかった2人ですからね。うん、まあ、ただ勝つには、まあ、前に出て、はい、パンチの手数を出して、でそれに対して、まあ、左フックのカウンターを合わせる高橋清人選手、で時折ローキックなんか蹴りながら、まあ、バランス崩したりとかもしてたので、はい、その辺の印象点が、まあ、響いたのか。なるほど。最終的にはね、まあ、ドローという形になってしまいましたね。